古に本店を構えるフランスのハイブランドラディグエ・ボルテールの代表を務めるすごい方だった。今日は自身のブランドの私物のグラスを持ってきたという。綺麗にできてすごく、まあ、接客も優しい、やってくれるし、いつもこだわってた。意外と言っては失礼だが、まさかファッションのプロに認める店だったとは。続いてやってきたのはなんかここによくわかんない気になってちゃう。カレーかな。何だろう。何さんですか。アパレルですね。なんとまたもやファッション業界のお客さん。ファッション業界では結構有名。実はご主人、ファッション業界の一目置くすご腕だった。さらに日本一のたこ焼きチェーン銀だこに潜入。全自動たこ焼きマシンのすご技初公開。お邪魔します。もう山田さんたら。何ですか。こんなに干したらお部屋がジメジメしちゃうわよ。ん、この部屋干しなんて干しみたい。ゴールドです。ゼロアハピネスが入ったゴールドジェルボール。部屋干しでも天日干し級の仕上がり。気持ちいい。ぬるい。白さ輝く、香りときめく。ボタニア出た。自分の全力を傾けて相手のことを思いやったり、そんなまっすぐな気持ち、真心